H3 ロケット4号機をやってみたいと思います。よろしくお願いします。2024年10月26日 H3 ロケット4号機が打ち上げられる予定です。当動画では4号機ミッションの概要搭載される防衛通信衛星キラメキ3号について衛星が投入される静止トランスファー軌道についてなど詳しくわかりやすく解説いたします。 なお、H3 ロケットの過去のミッションについては、多くの動画を投稿しておりますので、そちらもご視聴いただけると嬉しいでございます。ミッションの概要。H3 ロケットは、2024年より本格運用が始まった JAXA 三菱重工業開発の大型機関ロケットです。H2A ロケットの後継機として開発されています。 H34 号機では X バンド防衛通信衛星きらめき3号を H3 としては初となる静止トランスファー軌道へ投入します。 また衛星分離後は将来のロングコーストミッションを見据えたデータ取得を行う予定です。機体形態は第1弾 LE9 Type 1A エンジン2機固体ロケットブースター SRB32 機ショートフェアリングで構成された H322S 形態です。 4号機は当初2024年10月20日の打ち上げが予定されていましたが、同じ発射場を使う H2A ロケット49号機が天候による延長を経て打ち上げられたことを受け、 2024年10月日日土曜日に変更されました打ち上げ予定時間帯は日本標準時の15時44分から17時30分打ち上げ予備期間は2024年10月27日から11月30日打ち上げ場所は種子島宇宙センター大型ロケット発射場ですペイロードは防衛省の X バンド防衛通信衛星 関号、DSN3 です。 安全保障に関わる衛星のため、衛星の具体的な性能を推測されないように、衛星重量は非公開です。また、衛星の詳細な位置情報を同定されないように、衛星分離時刻も非公開であり、JAXA によるインターネットを介した打ち上げ生放送も、これまでの防衛通信衛星の打ち上げでは行われませんでした。ところが、今回のきらめき参考では、 打ち上げの約30分前から打ち上げ後約30分までの予定で JAXA によるライブ中継配信が行われ各地でパブリックビューイングも行われることになりました政治トランスファー軌道への投入。 H3 ロケットの過去3回の打ち上げでは搭載衛星はいずれも高度 600km 台の低軌道 LEO の太陽同期巡回機軌道へ投入されましたしかし今回のきらめき3号は気象衛星や通信衛星と同様の正式軌道 GEO に投入されます静止軌道道は赤道上の 高度 35,786km に位置する、離心率0の深淵軌道であり、軌道傾斜角は0、軌道周期は23時間56分4秒です。この軌道は地球の時点に同期しているため、見かけ上、赤道の上空に静止しているように見えます。 そのため地球上のほぼ同じ場所を観測し続けることができます。静止軌道は高度 2000km 以下の低軌道と比べ高度がかなり高く、さらに要求される軌道速度も時速 11,032km と速いため軌道への投入には大きなエネルギーが必要となります。そのため衛星は静止軌道に入る前にロケットによって近地点数 100km、100遠地点 35,786km、すなわち、静止軌道の高度と同じの、静止トランスファー軌道、GTO という、途中の楕円軌道に投入されます。GTO 投入後、衛星は自身の燃料を使って、自力で加速して、静止軌道まで遷移します。ロングコーストミッションを見据えたデータ取得、 静止トランスファー軌道の軌道傾斜角は発射点の緯度に依存するため0とは限りません。緯度が高くなればなるほど軌道傾斜角は大きくなります。 つまり静止トランスファー軌道から静止軌道へ投入される際には軌道傾斜角をゼロに調整するための操作が必要となりますこの操作であるスラスター噴射には衛星に搭載された燃料を使うことになるため必要な噴射が多くなればなるほど燃料をたくさん積む必要がありその分搭載できる機器の数が少なくなるので衛星の寿命や能力に制限がかかります したがって発射点ができるだけ赤道に近い方が有利となります。 H3 ロケットの打ち上げ発射場がある種子島はやや高い緯度、北緯30度24分にあり、28.5度の軌道傾斜角がつくため、やや不利となります。しかし、ロケットが宇宙空間を長時間飛行、ロングコースとし、二段エンジンを再々着火することで、衛星を静止軌道により近い軌道まで運ぶことができるようになります。この場合、軌道傾斜角 は約2 0度となり衛星が消費する燃料を低減することができます。 この技術は H2A ロケットの高度化プロジェクトとして開発されたものです。2021年12月23日に打ち上げられた H2A45 号機では、ペイロードであるイギリスの通信衛星インマルサット6 f 1を正式軌道に投入する際に、スーパーシンクロナストランスファー軌道という繊維軌道を使いました。H2A45 号機で使われた 同軌道の遠地点高度は静止軌道よりも高い約6万5 0 0 0トルでした衛星が軌道傾斜角をゼロに調整する操作をより高い高度で行うことによって燃料の消費量をより少なくすることができるのです この技術を将来的に H3 ロケットに適用すべく H34 号機は、ひらめき3号を静止トランスファー軌道へ投入した後に将来のロングコーストミッションを見据えたデータ取得を行います。ここで喉を潤わさせていただきます。 X バンド防衛通信衛星きらめき3号 H34 号機のペイロード、きらめき3号は、防衛省の X バンド防衛通信衛星の3号機です。2017年1月24日にきらめき2号、2018年4月6日にきらめき1号が打ち上げられており、1号の方が後発となったのは、衛星が輸送中に損傷し、修理が必要となったためです。防衛通信衛星とは、 防衛通信衛星は防衛省が管理運用する通信衛星であり、軍事通信衛星と変わりません。主に自衛隊内で情報を共有する際の通信に使われます。 通常通信で使う電波は建物や森などの遮断物の影響を受けやすくなるものですが宇宙空間にある通信衛星を介せば遮断物の影響を受けにくくなるのです現代の軍隊にとっては通信は非常に重要な位置を占めます例えば敵を発見探知した際それが即座に味方に伝われば指揮や攻撃防御などの軍事行動を時間短縮する することができ、作戦を優位に行うことができるのです。X バンドとは。 X バンドとはマイクロ波の周波数の帯域の一つのことです。周波数帯8.0から12.5ギガヘルツ、波長2.40から3.75センチメートルのセンチメートル波の電波のことを指し、降雨や霧などの気象の影響や大気による減衰を受けにくいのが特徴です。 よって確実性の高い通信が可能であり主に軍事通信やレーダー気象衛星高分解能の降雨レーダー地球観測衛星の合成開口レーダー SAR などで利用されていますちなみに H33 号機で打ち上げられた先進レーダー衛星第14号 HEROS4 には周波数帯1.0から 2.0GHz 波長 15.0GHz 30. 0 30.0からセンンチメートルの l バンドが使われています X バンドと比べて分解能の面ではやや不利になりますが電波の透過性が高く木の枝葉などを通過できるため植生が多い地域でも地面の形状を正確に把握しやすいというメリットがあります。従来の防衛通信 今回、きらめき3号の軌道投入に成功すると、防衛省の X バンド防衛通信衛星は計画された3機体制を確立することになりますが、従来はスカパー JSAT が保有する3機の商用通信衛星スーパーバードが防衛省の通信中継に利用されていました。3機機機ののスーパーバーパバドのうち、B2 号号と D は た衛星と古く通信容量が小さいことなどから陸海空の自衛隊部隊間の情報共有が困難でしたしかし2機が2015年で設計寿命を迎えることまた2008年に宇宙基本法が制定され我が国で軍事専用衛星の保有が可能になったことから防衛省は2011年度に2機の後継となる通信 を計画し製造から運用終了までの長期間を一括して民間企業に発注する PFI 方式によって日本電機 NEC に発注されましたその結果スーパーバード D 号機がきらめき2号にスーパーバード B2 号機がきらめき1号に置き換えられましたそしてもう1機のスーパーバード C2 号機も2008年の打ち上げより16% ます。防衛通信衛星の利点民間衛星の一部を利用していたのと異なり防衛省独自の通信衛星を保有できたことにより有事においても防衛省が主体となって衛星を運用できます。 また、通信速度や容量が飛躍的に伸びたためリアルタイム映像などの大容量データの短時間での伝送が可能となりました X バンド防衛通信衛星の3機体制と X バンドを補完する KU バンドの通信衛星との組み合わせによって太平洋からインド洋に至る広大な領域をカバーすることが可能であり海外で活動する部隊との情報共 これにより弾道ミサイルの発射情報や海外に展開した部隊の現場活動状況も日本国内で速やかに正確に把握することができます。 さらに通信の秘匿性も高められており通信妨害や通信傍受に対する高端性が高められましたまた従来では陸海空の3自衛隊はそれぞれ通信方式が異なっていたため通信を統合しての全体統制が行えていませんでしたそのため陸海空をまとめる統合幕僚幹部にまず情報が伝えられ陸海空のそれぞれ の舞台に個別通知するという方法がとられていました。 しかし、今回の防衛通信衛星への置き換えにより、通信方式の異なる陸海空の3自衛隊のそれぞれの通信を変換して伝送できるようになるため、自衛隊の統合運用能力を高めることができます。各部隊の情報が迅速に自衛隊全体に回るため、すべての部隊が他のすべての部隊のセンサーの役割を果たすことになります。例えば、 どこかの部隊が探知した弾道ミサイルのレーダー情報を対処に当たる部隊に即座に伝達することが可能となるのです。 H34 号機は国防の重要なインフラとなる防衛通信衛星を打ち上げるだけに機密性の高いミッションであり一般公開される情報が制限されています。それだけに動画で紹介できる内容がこれまでの H3 ロケットのミッションと比べてやや薄くなってしまいましたが可能な限りの解説をさせていただきました。ぜひミッションに成功してほしいですね。 当チャンネルでは今後も H3 ロケットをはじめとした宇宙開発に関する動画を投稿していきます。チャンネル登録をされて続編の動画を首を長くしてお待ちくださいね。